ゆるでーす。はい、皆さんお久しぶりです。久しぶりですね。そうですね。そんな感じで今回なんですけども、うん、結構前から用意してた、うん、これやだよ超大盛りギガマックスペヤング、まあ、結構ね、見たことある方多いと思うんですけど、そうね、1日1食までにしてくださいってね、こう下に書いてある。入ったらやだよ、これダイエット中だぞこっちは何すんだ俺多分これ食って、うん、明日以降、うん、デブヒゲになってると思う。あ、マジ、うん、2個食ういや太りたい人じゃないよ。俺ダイエット中だからね。まあでも今回その企画ってことで、そうやらざるを得ない。はい、久しぶりにやりましょう。どうせやるんだったら、うん、5分ぐらいで食べよう。お、5分でね。うん、いける？これ手使っていいの？あ、使うのね。あ、じゃあ箸なし。あ、つつつつって終わっちゃうよ。手使っていいのって聞くってことは、うん、手で食べたいってことじゃん。手で食べたいんじゃなくて、多分ね、箸よりフォークでぐるぐるってやってバッてやりながら食うから。あ、そっちの方がいい。はい、俺はね。あ、そうなんだ。ああいう手使っても、うん、こうやってやりながらすごいな、ドラゴンボールみたいな気がする。はい、ということで、はい、お湯入れていきましょう。はい、レッツゴー、いってきます。待って、これ多すぎるだろ。その多分味飽きるんじゃねえかなと思ってる。一応マヨネーズとちっちゃいやつね、はいはい、と辛い一味。これ味わってる余裕ないよ。片手間でバーでやってる。レディーゴー。あ、水持ってきてね。今持ってこうか。どうぞ。あ、結構食ったね。半分食ったんじゃない？まだ半分食ってない。多いな。え、もう2分経つの？うん。なんで？味は欲しい。うん、全然ないんだよ。うん、まあ、なんか立っちゃった。うん、全然見えないんだけど。大変だ、これ食べるの大変だ、これまだ半分残ってんだよ。もう時間かけないよ。うん、食べ終えるまでよ、責任だね。あ、10分ちょうどだね。10分ちょうど。ごちそうさまでした。すげえ。あとは頑張ってください。
しゃぶしゃぶ食ってたよな、この前はね。うん、あれあなたが勝手に入れてたんちゃう、俺と。俺はあれ肉の、あーあーしゃぶしゃぶの時にね、しゃぶしゃぶの時そう、うん、俺が下平さんのところに勝手に自分の一皿を入れるっていう。そうおお。ペヤング2個完食したということで、お互い頑張りましたね、うん、はい、ということでまた次回お会いしましょう。バイバイ、うん